新型コロナウイルスによる肺炎の死者が中国本土で900人を超えました。感染拡大に歯止めがかからない中、中国では今日、春節の休みが明け、企業活動が再開しました。上海から最新情報を伝えてもらいます。当局はですね、マスク着用を呼びかけているため、この姿で失礼します。私は今、上海市内の金融街に来ています。新型肺炎対策で延長された休暇が明け、今日から各企業が再開しましたが、ご覧の通り市内は閑散としています。午前8時半です。本来ですと通勤ラッシュの時間なんですけど、今日はですね、数えるほどしか人がいません。さらにこちらの道路、交通量はかなり少ないです。路線バスが走ってきましたけど、客の姿はいませんね。客はゼロです。休暇が明け、中国全土から人が戻ってくる上海では感染拡大が懸念されていて、市当局はオフィスに大量の人が入らないよう時差出勤や在宅勤務を呼びかけています。多くの中国企業が企業の出勤を取りやめている印象です。一方、上海にある物流大手の日本通運では、およそ60人の社員のうち必要最低限の3割ほどが出社して業務を再開しました。日本から中国にマスクを送りたいとの注文が多く入っていて、交通規制の影響の確認に追われています。中国政府は新型肺炎の感染者が4171人、死者が908人になったと発表しました。延長休暇が明けたものの、経済活動は停滞が続くとみられ、今後も大きな影響が懸念されます。以上、上海より中継でした。